社長、お連れしました。私を助けてくれたサトシ君とハルカ君です。あ、入りたまえ。君らか。マグマ団とアクア団からうちの社員を助けてくれたのは、私はツワブキ、このデボンコーポレーションの代表取締役だ。よろしくな。本日はよろしくお願いします。さて今回は他でもありません。御社の業績悪化についての言い訳と今後の対策についてお話しいただければ幸いです。はい。私も御社に資金を投じてる身がゆえ、放っておくわけにはいきませんから。まあ、はした金ではありますがね。はい、手短にどうぞ。あれ、株主さんでしたか。まずポケモンの道具なんざ、市場に溢れ返っとるんですわ。陳列された商品を眺めるユーザーの8割は安いもんに目が行く。オタクんところの商品はコモディティ化しとるんです。対して捕獲率の変わらんボールに高い金を出すバカは減っているんですよ。そこで心機一転、新たな市場に新規参入するしかないって話よ。カエルが営業してる。そうだよ。アダルト産業だよ。アダルト産業。何見てんだよ。なるほど、その手があったか。こいつも大概だった。しかしサトシ君、私のことはサーと呼んでください。サートシ君、アダルトといっても幅が広いぞ。グッズなのか V なのか、はたまた店舗なのか。 V だったらやっぱりこの子を売り出すのか。そしたらおじちゃん、先行予約しちゃうよ。死ね、じじ。うちのハルカは商品ではありません。それにまだ未使用品です。お前も死ね。ところで今日は何の日だったかな。バレン、ん、バレンタ、ん、クソくらい。いいの？ちょこっと分けてほしい。あの、いいかね。面白い話ではあるが、しかし今さら新規参入して大手を相手に勝ち筋はあるのかね。え、もしかしてビビってるんすか社長。それとも自分の会社の技術力をお忘れで。うちの技術？スピーダーとかプラスパワーとかあるでしょ。データスを2段階上げるやつ。じゃあおちんちんのサイズを2段階上げるやつも開発できるよね。でかくなるみたいな。アホやん。それはまだないけど、私は元気がない時はディフェンダーを飲んでカッチカチにしてますよ。自分で人体実験するんじゃない。回復の薬と PP マックス決めれば何発でもいけます。有能な社員だ。さっき退職願い渡されたがね。アダルト領域を渋ってるならもう一つ提案があります。はるか君、ポケナビを出したまえ。嫌です。こいつにはポケモンを探すサーチという機能がありますね。ありますけど。なんだ、わからないのか。え？この機能をマッチングアプリに搭載し、好みの女を探し出すんだよ。なるほど。でも、それって、近くにいる人とマッチングするんでしょ？似たようなアプリなんていくらでもあるよね。のん。わかりやすく伝えるためにマッチングアプリとは言ったが、実際は違う。マッチングなど不要。こいつは一方的に女を見つけるアイテム。ポケナビならぬ美女ナビ。どっかで聞いたことあるかも。女を見つけた後は、言わなくてもわかるよね。わかりませんが。昨今、どのアプリも女が無料を歌ってるせいで金を払う野郎の苦労を知らん。売れ残り BBA が調子に乗ってやがる。だから男が無料で好き放題できるアプリを開発しよってんだよ社長。パパカスから推し活をするような愚かなメスどもに穴以外モテる要素がないということを自己認識させるための巨大プロジェクト。慈善活動や。なるほど、バカなんだこいつら。さあ社長、ゼント生ポは急げってね。ここにサインをぶっ飛ばしますよ。でもこれ炎上しそう。モンボ売れなくなっちゃうよ。いいよもう売れなくて。よくないから言ってんだよ社長。これはチャンスなんですよ。もしこれを逃すというのであれば、私はこの会社を辞めます。辞めたまえ。私はポケモナーなんだ。人間の色恋なんぞ知ったことではない。好き勝手交尾してろ。こんな腰抜けどもめ。いいから黙って全部俺に投資しろ。では私の息子に掛け合ってみたまえ。息子に掛ける。息子は掛ける側だ。やかましい。この海の向こう室タウンにとあるマッチングアプリを監修してた男がいる。そう、私の息子大吾だ。いやもうごっちゃごちゃで草。